デビン・ダグラス・メゾラコは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ジェファーソン軍、パンクサトーニー出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。MLB シンシナティレッツやニューヨークメッツでプレーした。メディアによっては、メゾラコと表記されることもある。高校時代から、強権強打の星として、スカウトの注目を集めていた。2006年には、トミー・ジョン手術を受けたが、2007年の、 MLB ドラフト一巡目で、シンシナティレッツから指名された。六月二十二日に百四十万ドルの契約金で入団。二千九年までは、故障勝ちで打撃、守備ともに振るわず、外れ、ドラ1という評価が定まりつつあった。しかし、二千十年は、AA 級リンチバーグヒルキャッツ、AA 級カロライナマドキャッツ、トリプル A 級ルイビルバッツの三球団合計で打率。 302、26本類が75打点、投塁阻止率41%を記録した。2011年は、トリプル A 級、ルイビルで打率、289、15本類打、71打点を記録し、前年の成績がフロックではないことを証明した。9月3日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。レッツはオフにノンテンダー FA になった。 正保守のラモン・ヘルナンデスに対して引き止めを行わず、メソラコが新たな正保守になることが有力視されたが、しばらくの間、ライアン・ハニガンと併用された。2014年は開幕を故障者リストで迎えたが、復帰後にレギュラーに定着し、オールスターにも初選出された。規定打席未到達にもかかわらず、長打を50本放ち、うち25本をスタンドに叩き込んだ。 超打率は534、オプスは0.893に達し、上位ボットやジェイブルースら大砲が成績を残せない中、トットフレイジャーと共に活躍した。得点圏では打率317、11本塁打を記録した。2015年1月26日、4年総額2800万ドルで契約延長した。6月29日、 左側臀部の手術を受けるために、戦線離脱し、そのままシーズンを終えた。そのため、同年は23試合の出場に止まり打率、178、2打点、1盗塁という成績に終わった。メジャーデビュー以来、ホームランなしでシーズンを終えたのは、初めてだった。2016年は16試合の出場で打率、141打点という打撃成績と、 13試合で1失策、守備率990、盗塁阻止率27%という守備成績に止まった。2017年は56試合に出場して打率213、6本塁打、14打点、1盗塁を記録した。2018年5月8日にマット・ハービーとのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。オフの十月二十九日に FA となったが2019年2月7日にマイナー契約で再契約を交わした。優れた打撃技術を持つ保守である。守備では強権を誇るが技術的に未熟な面があり、エラーとパスボールがやや多い。ありがとうございます。